タデウス・ライヒスタインは、ポーランド出身の科学者である。1950年、ノーベル生理学・医学賞受賞。スイス国籍。ロシア帝国支配下のポーランドブーツワベクで生まれ、父はエンジニアだった。幼年期を、ウクライナのキエフで過ごし、ドイツのイエーナの寄宿学校で、初めての教育を受けた。1933年、スイスのチューリッヒでの研究で、 イギリスのウォルター・ハースと共同研究者とは別にビタミン C の合成に成功した。1937年からチューリヒ高果大学女教授、1938年からバーゼル大学の生科学研究所教授、1960年には同研究所の所長を歴任した。1950年にエドワード・カルビン・ケンダルとフィリップ・ショールター・ヘンチと共に 副人皮質ホルモンからコルチゾンを断離する研究によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。1952年王立科学会からセンテナリー賞。1968年王立協会からコプリメダルを受賞し、外国人会員となった。1996年、スイスのバーゼルで死去。ビタミン C の工業的な人工合成法に彼の名が見える。 ライヒストは植物の学名で命名者を示す場合に縦牛ライヒスタインを示すのに使われる。ありがとうございます。